パリオリンピックで海外で行われる大会として過去最多となる20個の金メダルを獲得した日本のメダリストたちが帰国しました。成田空港には歴代最多の8個の金メダルを獲得したレスリングの選手団らが笑顔で帰国しました。また羽田空港ではスケートボード女子パークで2大会連続銀メダルを獲得した開心那選手らが出迎えた人たちの歓声に応えていました。その後、選手らは岸田総理を表敬訪問し、お祝いの言葉と質問が投げかけられました。普段からどんなことを意識して練習しているのか。私自身はブレイキンは自己表現だと思ってて、自分が何を表現したいかとかを考えながら自分に向き合って練習することをしています。